ホールのデザインしたマサチューセッツ高科大学学生寮、マサチューセッツ高科大学学生寮、ヘルシンキ現代美術館、ネルソン・アトキンス美術館増築スティーブンホールは、アメリカ人の建築家。代表作に、フィンランドのヘルシンキ現代美術館及び、マサチューセッツ高科大学の学生寮、シモンズ・ホールなどがある。ワシントン州のブレマートン出身。 ホールは1970年にワシントン大学を卒業後、1976年にニューヨーク市に自身の建築設計事務所を設立した。1981年以来コロンビア大学で教弁をとっている。1998年アルバールトメダルを受賞。2000年にはアメリカ芸術文学アカデミー会員に選出された。ほか、2001年にはで アメリカの最高の建築家として取り上げられ、2012年には、アイアゴールドメダルを受賞など評価も高い。ホールの建築は、初期のタイポロジーへの関心から、現在の現象学的アプローチへと変化してきた。その変遷には、哲学者、モーリス・メルロー・ポンティの著作、及び、建築理論家、ユハニ・パル・ダスマーの影響が見られる。ユハニ・パル・ダスマーとアルベルト・ペレス・ゴメスと共に、 執筆したエッセイ、知覚の問題、建築の現象学は、建築雑誌 AU の1994年特別号に掲載された。また、このエッセイは同タイトルの本として2007年に出版された。ありがとうございます。